当然ながら、現場の状況を指揮官が、しっかりと把握するということが第一であると考えております。まあ、そういうことで、若干異例ではありますけれども、今日は私自身の目で現場の状況を確認をいたしました。今日の実際の結果を踏まえて、的確な警備が行われるように引き続き尽力をしてまいりたいと考えております。